ブリストルシドレーオーフィウスブリストルシドレーオーフィウスはブリストルエアロエンジンが開発した一軸式のターボジェットエンジンである。フォーランドナットやフィアット G91 のような軽戦闘機や練習機向けではあるが、後にはオーフィウスはホーカーシドレーハリアー向けのロールスロイス車の水力変更式ターボファンエンジンであるペガサスエンジンの最初のコアに使用された。名前の由来は ギリシア神話に登場する銀融詩人のオルペウス。このエンジンは1952年、フォーランドエアクラフト社向けの水力5000ポンド級の練習機や軽戦闘爆撃機向けのエンジンを開発を求められたことに始まる。スタンレー・ホーカーは、ロールス・ロイス社での初期の経歴の後、新しい会社を立ち上げて計画を立てた。彼は単純で整備が容易なエンジンを、 ポーランドナット用に納入して1955年、飛行した。海面高度での静止水力は4520ポンドで、オーフィウス701は一段式のタービンで駆動される七段式の、軸流式や縮機を持っていた。他の採用例には、富士重工 T-1A、ヒンドスタン HF-24 マルートや、実験機ハンティング H126 や、ショート SB5 がある。 1957年、NATO は、軽戦闘機のエンジンと機体の設計コンペを行った。オーフィウスはエンジン部門で価値フィアット G91、R と G91T に、フィアット製造の派生型が搭載された。1950年代、多くの会社が垂直離着陸機を開発しようとした。マイケル・ワイボールとは、ターボシャフトエンジンで4機の大型の延伸式、圧縮機を用いて、 水力を変更させようとした。放火者の技術者たちは、オーフユースで大型のファンを回転させて、空気を回転する噴射口から噴射することを決めた。この実験システムの開発は、ペガサスエンジンへ繋がる。オーフユースは1967年、コニストン湖でドナルド・ギャンベルによって、水上速度記録に挑んだ、ブルーバード K7 ハイドロプレーンの動力として、使用された。 また、まだ破られていないイギリスでの地上速度記録を、樹立した自動車ヴァンパイアにも使用された。ありがとうございます。